温泉街を流れる温泉川河湯温泉駅の足湯河湯温泉は北海道川上郡手塚川町にある温泉である。河湯の名はアイヌ語の世跡別を意訳したものである。温泉街の中を高温の温泉川が流れている。高温の湯が流れる温泉川の源流である湯元を中心に20軒余りのホテル、旅館、土産物店、 飲食店等が温泉街を形成している。街中に湯の川が流れ、湯煙と硫黄の香りが漂う情緒深い温泉街で、ある。その他にも、無料の足湯や、共同浴場もある。湯量が豊富であるが、共産性イーで、循環危機器に不適なため、すべての施設が掛け流しである。さらに、その掛け流しを売りにしようと、厳選掛け流し宣言もされている。 温泉街周辺には環境省の川湯栄コミュージアムセンターやこの地で少年時代を過ごした第48代横綱大宝皇期の功績を称える資料館の大宝相撲記念館温泉熱を利用した屋内プール地元の信仰を集める川湯神社等がある。川湯温泉駅に無料の足湯が併設されている。 駅から国道391号にかけて2軒の温泉ホテル、旅館等がある。こちらの泉室は川湯温泉と違い、中性でナトリウム炭酸水素塩泉等となっている。ガイド本や紹介サイトによっては川湯温泉と一くくりにされることもある。前述の通り温泉川が流れており、温泉の存在は古くから知られていたが、湯治場としての川湯の起源は定かでない。 宿泊施設としては、1886年に温泉宿が設立された記録があるが、洋産で働く妊婦の賭博場を溶かしてしまったため、すぐ閉鎖された。その後、1904年に、ロシア風建築の温泉宿が設立され、これが、現在の河湯温泉の起こりとされる。大正時代までは、この一軒のみが、細々と営業を続けていたが、昭和に入ってからは、 自動車道路の開通に続き、1930年に専門本線が開通、1934年には阿寒国立公園が設立され、当時客は激増した。第二次世界大戦中は観光需要が冷え込み、また終戦後すぐの1948年には大火災に見舞われるなどした。しかし、1953年に公開され大ヒットした、 映画、君の名は、で、駆シャロコ周辺が撮影地となったことから、当地を訪れる観光客が再び激増し、温泉街は急速に発展した。1970年代までは、当期の道路閉鎖が多かったが、その後除雪体制や道路整備が進み、年間を通して温泉客を呼び込む体制が整った。最盛期の1991年度には、 年間73万4000人の宿泊客が訪れた。しかしその後は宿泊客の減少が続いた。2011年に発生した東日本大震災による自粛ムード、2018年に発生した北海道、イブリ東部地震の影響なども響いた。2020年時点で営業不振により休業したままのホテル、旅館が10軒ほどあり、一部は廃屋の 問題となっている。さらに新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、2020年度の宿泊客は9万1000人にとどまった。なお、川湯の由来については、前日のアイヌ語、世席別を予約する際、すでに、函館近郊の湯の川温泉別の予約が存在していたため、川湯と順序を変えたとされている。ありがとうございます。